皆さんこんにちは、ブームアップゲームズの甲斐です。同じくブームアップゲームズの矢吹でございます。はい、はいはいはい、ほぼ最速化し実況、今回もグランドオーダーです。前回はですね、連勝記録がストップしてしまいましたけれども、今回伸ばすことできるかどうか。いや今回ね、ぶっちゃけ言っていい？あ、ちょっと聞きましょうかね。じゃあ全く引ける気がしないんですよ。ちょっといつもとは別なんですけど、どういうことですか？だっていつもはなんかもう今回は引ける気がするっていつも言ってるじゃん。で僕が突っ込むのどういうことですかって言ってたじゃないですか。もうね、この動画を撮る前にこうナウローディングでこうあと何パーセントですみたいな感じで、まあまあまあちょっと重いですからね。いう間にちょっと手持ちのこう端末でまあプライベートのアプリやってたんですよ。プライベートのアプリ、もうフェスゲンが2枚抜きしちゃって、ほうほうほう、運使いました。わあ、結構確率低いんですか？はい、なんかね、コンマ何パーセントみたいな感じ。ああ、これみたいな感じですね。もうね、まあ、今から低いの。すべての運気をそこで使ってしまいまして。あのですね、はい、なんか僕らいつも提唱してるじゃないですか。はい、ちょっと貯めようってその運気っていうか、はい、まあちょっとガチャ欲というか、なんで引いちゃったんですか？なんかこう例えるなら、はい、俺はちょっとお泣きするぞっていうふうに思っていながらも、目の前にスッと現れたいい画像に反応してしまって、うっ。っていう感じで。早くないですか？箱尾さんですか？ちょっとなんかね、3クリックですか？ちょっとなんかね、即射してしまったんで、ね、ちょっと言い方があれですけれども、なんでちょっとね、今回はダメな気がするんです。いやいやいや、やりましょうよ、エレシュキガル、はい、まあ、エレ、はい、あ、まあ言っちゃいましたけど、エレシュキガルですね、今回、はい、もう1年ぶりですよ。そうなんですよ、去年の今頃ですもんね、はい、出たのが第7得意点が。そうです、バビロニアで3年お世話になりました、はいはいはい、なのにもう呼んだみたいな感じで言ってたのに出番がない。いやー、なんか今年の正月あたりに、はい、まあ、なんかトークショーみたいなので、はい、なんかそのエレシュキガルの出番はあるのかって確かユーザーが質問してて、そうですね、立ち絵だけのキャラクターは当分出ないよって話をしてたんで、はいはいはい、まさか1年越しになるとは思いませんでした。いやー、そうでしたね、はい、いやでもよくこの12月ギリギリに出ましたね、年末。そうですね、今もう公式の方でも方言室とかの動画が見られるようになってるんで、はいはいはい、早速見ましたけれども、リッチに作ってありますね。いやー、リソースつぎ込んでありますね、はい、やっぱし。さらにはあの宝具の効果で、はいはい、ちょっと新しいものがありましたね。ありましたね、はい、まあ、それはちょっとバビロニアのあれですね、ネタバレになっちまうのであまりそこは突っ込まないようにしますけれども、はい、まあちょっとどんな効果があるのやらということで。そうそうそう、面白そうですけど。じゃあ頑張って引こうか。大丈夫ですか？もう一回運気貯めますか？ちょっと時間ここ止めますか？いや、もう引きましょう。まあまあまあ、まだ何発か残ってるはずです。まあ、何発か、はい、まだいけるはずです。まだ打ち止めではないと、はい、分かりました。今回ですね、石多めに入ってますけれども、はい、慌てるなお前らと。いや、80年できますね、はい、83年です。クリスマスが終われば何が来る？いや、まあ年末来るかもしれないですけど、はい、これでも年末最後のガチャの可能性もちょっとありますよね。いやー、いや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 、なんかそのいや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 、そんなことないってば。まあなんか内輪の話してしまうと、うん、年末っていうかその、はい、新サーバーじゃん。村正来たらどうすんの？いや、村正多分来年来るかもしれない。うちらって新サーバントじゃないと聞かないじゃないですか、はい、結構。そうですね、そうですね。だからその最後の大盤振る舞いとして、はい、その期間限定サーバーとかじゃなくて、はい、なんていうの、クラス別ピックアップとかそういうのが来るのかなってちょっと思ってたりするんですよね。いや、そんなことはきっとないと思う。まあ去年のマーリン級がね来る可能性もちょっとありますけど、そんなことはきっとないと思う。最後にまだ爆弾を残しますよ。まあ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 、じゃあこれが、25日までですね、はい、確か。なので今回も60年です。まあまあ、じゃあそれですね、はい、60年、はいはい、です。貯めとこう、お泣きにしとこう、貯めとこうかね、はい、うん、じゃあ、はい、いきます。まあ今までの流れだと矢吹さん先に引いてたじゃないですか。そうですね、それが多いですね。じゃあ僕が今回引きます。あ、わかりました。先に、先ほど運使ってしまった河合さんが引いてくださると、はい、まだね、まだ今なら敏感になってるんでいけるんじゃないかと思います。敏感サラリーマン、はい、ドクロちゃんですね。じゃあエレシュキガルを狙って60年一発目いきます。お願いします。えっ、あっ、なんかこの子が出た当時、はい、このなんかエレキシュガルかエレシュキガルかって、そうですね、迷うって人がいて、どっちやねんみたいな、ね、なんかあれです、どっかのユーザーが言ってたんですけど、ツイッターで、はい、シュキって言える方が合ってるらしいです。シュキ、シュキ大シュキみたいな、そういうことです。ああ、なるほどね、エレシュキガル、はい。まあ、今回ランサーなんで、はいはい、どうしたもんかなというところですね。マンサーは僕らがなんかすり抜けてきてるよ、カルマさん、ね、あと親指カムカムさんとか、あとはエイちゃんとか、あのあたりの可能性も十分なきにしもあらずということですよね、はい、あと忘れていっちゃいけないのがエルキドゥですね。あー、そうですね、工場で、まあ、今回の、ね、特攻サーバントにも入ってるので、はいはい、それ引いたらちょっと今バンバンだですね、結構。そうですね、バンバン
まあまあ目当ては L 引き返しですけれども、バンバン、いやまあ逆にそうですよね、バンバンですね、星5サーバン、はい、ランサーを目当てにやってるのに、その星5ランサー以外の星5が来てしまうと、はいはい、逆にこうになっちゃいますもんね。まあホークレベルが上がる分にはですね、全く問題がないわけですよ。あでもあれですよ、ホットグカルナさん、ホークレベル3、いやホーグ2で十分なんですよ大体そうですね、普通はそうです。ホーグ1でも結構、まあホーグ1だとちょっとあの確定枠を消費しました。おお、はい、星4とかが重ねた時がおっ決まった、はい、いや今のは違う、違う、今の光は違う、今のはね、どうかな、どうかな、今のは違う、あ違うか、はい、今ちょっと話戻すと星4のフォーク重ねちゃうと、はい、星5のちょっと凌駕しちゃうじゃないですか、ダメージ的に。まあまあまあそうですね、だから星5でフォーク2ぐらいになると結構もう無双状態になったりけれども、フォーク3以上はもう趣味の領域でしたね。まあそうですね、天井人みたいな、なんか僕があの年末ジャンボを当てるかオイルダナーに向こう吉に入るかぐらいの勢いでねそういうシチュエーションでもないとちょっとフォーク5っていうのはね無理かなと思ってますよ。いやなかなか、はい、難しいですね。そう、日本に爆買いに来たなんかこう長者かなんかが、はいはいはい、おいそこの養豚場から逃げ出してきた豚が、あれオペアンですかねちょっとなんか寂しそうな目で見てるから連れてってやってくれみたいなね、はいはいはい、そういうんでちょっと iTunes カードをですね恵んでくれないかと、恵んでくれるんであれば、うん、ある意味こう宝具後もやぶさかではないと。僕でも年末ジャンボ買いましたから、はい、30枚分、はい、まあ、1ユキチちょい、はい、1ユキチみたいなぐらいのやつで、はい、年末ジャンボ当たったらどうするんですか。当たったらですね、はい、まあとりあえずは貯金かな、はい、貯金して利子で暮らすみたいな。いやそうできたら嬉しいんですけれどもね、やっぱし、はい、見事なグロ画像ですね。こういう無駄話をしてる先に、いやいやちょっとやっぱりね、確定枠一発抜いたそうだと思う。河合さんはちょっとこれは引くやばいんじゃないですか。ちょっと一発抜いたそうだと無理だったな。わかりました。まあ前回はちょっとあれですね、はい、まあ、星5レースをちょっと当たりだったんですけど、ていうかイベントレースのかけらもないね。あ欲しいですねイベントレース、はい、今回あれですもんね、はい、ボックスガチャ、皆さん待望のボックスガチャですから、はい、ボッキガチャ、ボッキガチャ、はい、もう早い段階でそのイベントだってもう2連続じゃないですかボックガチャ。あ来ましたよこれ、来ました、これ来ました、これ来た、ほんま、これ来た、間違いない、間違いない、ほんま、ほんま、フォーさんが今すっげー走ってた、フォーさんって言ったね、もう重いっつって、いやもうデータもう降りてきて、降りてきて、間違いない、これはもうただ新しいデータなんで概念連想の可能性も、いやいやいや、この多分音声データもやってますから、はい、で僕この手を振り下ろさないことを、はい、いや今ねすごいフォーさん走ってたんですよ、転んでる、転んでる、すげー、すげー頑張った、来たか、すげー頑張ってたんで、いける、いける、ちょっとこれだからスキップしたいんだけど、画面スキップしたいんだけど、比率がねちょっとねちょっとスキップしたいんだけど、はい、早く早く星4以上の演出を見たい。いや今のはね絶対フォーさん頑張ってる。おお、うん、いやでもサーバーの向こう、サーバーの向こう側で今すっげえ走ってるから、明らかになんかもう頑張ってましたもんね。そうそうそう、走れ走れフォー太郎みたいな。おマキバオかな、マキバオかな、かき分けて、はい、あーでも怖い怖い、おーっと、新サバを運んでるのねみたいな感じで、あ、これは来たんじゃないですか、来たんじゃない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 、今回、ピカプサバで星4がギルと、メデューサやり、まあどっちもギルは防具許可とかされてないんですけど、はい、スキル超強いですし、おお、かわいい、これか、死んでた、これ、いや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 、まだ音声が、音声が死んでた、こっちかな、画像データが、画像データが多かったのかな。あー新データ、あー尊い新データ。いやいやいや、でも2枚、うん、2枚と音声データ1枚、はい、いやいやいや、ここからまだ来るっしょ、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 貯めたぞ今、貯めたぞ、グッと貯めて、3枚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 3うん、あれなんかもうそろそろ受験が終わりそうな、え、ちょ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 、あれあれあれ、まだまだいける、まだいける、ラストかラストか、3本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 あれ、え、あ、え、あ、え、あれ、まあ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 、いい落ち着きね、いい落ち着いちゃいね、おい、なんかいない、金ピカの枠のなんかニュースいてるサーバーいないんですけど、でもほら、
やっぱりフォーさんが頑張ると新しいデータが来る。まあそれはまあ実証済みですね、うん、それはもう我々のですねこの長く続いた戦いで検証されたんじゃないでしょうか。拡大しない、見えない、見えてたらねジョブズが通してないから。いやでもエレシキガルのあの立ち絵、はい、あれなんすか、はパンツじゃないから恥ずかしくないもんですか。いやそうでしょう、あれはレオタードですよ、レオタード、はい、これも尊いですな。でもこれは変質者ですね。ダメだね。これ結構効果強いんですよね。回避状態1個と、はい、毎ターンスター1個獲得、スターン1個って言っても星さんのところでなんか空いたところに行けるので、はい、結構重宝する冷蔵かもしれないですね。そうですね、まあ、オーダーテンジとかで、まあ、出してきてね、まあ、そうですね、まあ、その盾役を務めてくれれば。じゃあ30連目ですか。まあこれあれですよ、ちょっとこう運気が上がってきたパターンですから、はい、これ。あ、このパターンエスカレーターパターンですか。エスカレーターパターンです。わかりました、よろしくどうぞ、はい、いいクリスマスを迎えたいな。共にピックアップされてるのがですね、この前あの幕間で強化されたメデューサちゃん、メデューサリリーって言っちゃっていいのかな。まあ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 、まあ、はい、ランサーのメデューサですけれども、あれなんか全然今、そうですね、先ほどの右端の忍獣がいませんでしたけど、はい、あれ、これ多分スキップしても何も関係ないです。スキップしてみる、スッて時にはありかもしれない。スキップはちょっと60年って結構上調になっちゃうんだけど、いやダメかな。ダメかな。いや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 、ダメかな。止まった止まった止まった。いや思うんすよ、だいたい1回のガチャが、はいはい、いくらになるんでしたっけ今のレートだと。200円ぐらいですか。1万、あ、1ユキチ課金してだいたい150、60ぐらい石が、はい、1個あたりの石の単価を考えると、お、新しいです、新データが入ったな。パーリタイ、はい、アタランテとダビテですか、後ろにエミヤさんですか。さあどうかな、ここでどうかな、どうかな。いや、なんかさっきの話なんですけど、1回のガチャのレートって、はいはいはい、やっぱりそのゲームによって違うじゃないですか。まあまだありますね、はい、確率はちょっと脇に置いておきましょう。まあ脇に、はい、はいはいはい、1回あたりのガチャのレートって最近気にしなくなってきてると思うんですけど、まあなんか引くまで、はい、聞けば勝ち感ぐみたいな、なんかこう最近なんか出るまで引くみたいな、まあそういう風潮はちょっとありますけれども、なんか出てきてこう我を失いかけてるというか、うん、なんか思いません、ね、1回いくらですかこれ。1回ですか。1回計算しますか、ちょっと はい、今ガチャが回ってる間にですね、現実世界をちょっと認識しようという動きで、はい、無事アーチャーですね出ました。はい、9100160で割って、まあ、200ぐらいですかね、1回、まあ、1回200円ですかね。ってことは200円で何が買える、1回200円で、はい、ハーゲンダッツ。そうですね、近所の声優だと189円でハーゲンダッツ売ってるんで、おー、ハーゲンダッツが20個買える。あの河合さん、さっきから確定枠1つしかちょっと消費してないんですけど、心霊層ですよ、心霊層、心霊層、これ平たいっすな。この後ろにツリーのところに女性はオリオンですかね。あ、オリオンですね、オリオンとアルテミス、あ、はい、ですね、あ、はいはい、あ、はい、そうですね、ここのクマさんの星を乗っけてるのがオリオンですね、うん、はい、一瞬カミラかと思ったんですけどちょっと違いますね。エミヤ、ダビデ、アタランテ、オリオン、ほほほ、はい、とアタラン、アルテミスと、はいはいはい、いや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 、カワさんどうしたんですか、どうしたんですかこれ。え、いやいや、でもほら心霊層引いてるし、まあイベントは有利になりますけれども、はい、イベント有利、ね、目当てはやっぱり右側ですから、そうっすね、恥ずかしくないものの方ですから、そうっすね、いやーでもやっぱりね、福沢やっぱオナキンって大事ですわ。なんでさっき放出しちゃった。おー、来たちょっと今走った。でも心霊層を3つ引いてる、3つ引いてるから、これはもう、はい、っていうことはこれは新しいデータが何か入ってくる予兆、うん、と思いたい、思いたい予兆です、予兆がする。あ、このままだと限界突破してしまうぞ。まあこれ現状としたいですね、あと2枚ですね、はい、こい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 ですかね、こいこい、うん、何ですかね、なんか最近もそのつい、はい、お、止まった、おっ、来たかも、来たかも、来たかもランサーからのメドゥーサー来ると思ったんだよ、こういうパターン。
だってさ、初だもの。初。初なんす。まだ弾いてなかったんす。そっか。やはり、ダメだ。ああ、限界突破しちゃう。いや、うん、まあ工具強化来ましたから、はい、でしかもなんかアーツ性能ダウン、はい、ユニークな効果持ってるもう言葉がもうスーってなってるじゃないですか。さっきもうこの手振り上げて壊す、はい、これはもうサムネ決まったなと思ってました。だってもうここまでこうなってましたからこうなっていただきましたっていう。あ、でもサムネ用の画像は撮れましたよ。サムネのフェイク用の画像を撮れましたね、間違いなく。あのね、こう、あ、見たのかなみたいな。そうですね、はい、いや、まあ、でもまだあと20ね、ちょっとあるから、まあ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 まだ、まあ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 ですよね。ただね、ランサーにランサーを重ねてくるこのガチャ。いや、うん、まあバビロニア終わってからの話ですからね。そうですね、まあ、ピックアップとしては。じゃあお声を聞きましょう。そうですね、はい、皆さんもね、結構聞き慣れてる声かもしれないんですけれども、はい、新たにね、聞きましょうかね。我々お初ですからね。そうですね、はい、でもなかなかちょっと降りてこないんですね今だから。お、王さんがまた。ランサーのクラスで限界しました。新名、メドゥーサ、よろしくお願いします。うん、タンパク。はい、ね、じゃああと20連ですね。こさっきの喜びをまた味わわせてください。まあ、今さっきの流れでいくと、はいはいはい、徐々に上がってる、うん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 、このシチュエーション前にも見たことないですか。見たことあります。最初はグロガー像、そうですね、次にイベントレース、そうですね、イベントレースプラス星のサーバント、うん、これこれということは次は星5ステップアップ。おー、来た来た来た、任してくださいよ。ステップアップ、はい、聞く前にちょっといいですか。はい、なんですか。今まで確定枠しか消費してないです、はい、星4以上。河合さん、そうだっけ。巻き戻してください、巻き戻してください。全然記憶にないでござるな。お、来てる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 、お、いや、やばくないやばくない、早くない早くない、長くない長くない、来てる来てる。あ、これもう引いちゃったわ。マジっすか。間違いないわ。マジっすか。フォーさん、いや、フォーさんったらもう。お、プリコス、お、プリコスですよ。初っ端から星5レースですよ。いや、来てますね。はい、いや、フォーさん、もうそんなね、気持たせなくていいんすよ。さっきのいいんすよ、フォーさん。いや、でもエスカレーターの法則ですか。エスカレーター法則ですよ。もうこれは登るだけですよ。いや、でもその法則が多分怖いですね。なんか、パチンコのように、なんか、はい、ここで撤退したら負けるみたいな感じで、もうどんどんパッキーカード入れる感じになっちゃいますから。この壁、薄い壁1枚を叩き割ることで均衡にたどり着くかもしれない。あ、なんかこの画像がいいですね。そうですそうです。あと10連、あと10連すれば2枚抜きが来るかもしれない。まあまあまあ、はい、2枚抜きなんてでも死んじゃうんじゃないかな次。でもほら、我々一応2枚抜きの経験ありますけど、まあありますけど健康でしたよ。いやー、フォーさん仕事をしてるでしょ、多分きっと間違いない。まあ今まで間違ってませんからね、フォー君が走った後は何かしらの来るっていうか。そう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 。あんだけ走ってね、何もなしなんてことはね、もう連想はいいですね。あと連想は星5プリコスと月の勝利じゃないですか、ね。そうですね。もういいいいんじゃないですか。あと数分後。でも多分これ今星5連想2枚生きてるってことは、うんうん、上がってます。確かに確かに上がってる上がってる、はいはいはい、そうですね。仮に僕がここで打ち倒されても、うん、矢吹さんが最後に、おお、まあまあまあ、はい、いけるいける、エレちゃんを引く、はいはい、引くのだわ、引くのだわっていう流れになるに違いないです。いや、任せてください、はい、でもここで引くのが一番ベストです。ランサーからの飲酒、飲酒もそろそろホームレベルが4ぐらいになってるんじゃないかな。いや、多分大丈夫ですね、はい。まあ、飲酒はこのハゲは難しいですからね。ハゲいいだし、今反ってるだけかもしれない。反ってらっしゃいますから、うん、あ、連想悪くないな、使える連想ばっかりしてますね。確かに、はい、おー、でもなんかなかなかちょっと悪い予感しかしてこないんですけれども、うん、おー、連想はいいですね。でもこれエスカレーターの法則来てます。いや、そう、確かに確かに、きっとこのエスカレーター途中で
力尽きてしまうとダメなんですよ。わかりました。じゃあ間髪入れずにこの10連を、はい、ここです。最後です。最後これもう、あ、走ってる走ってる来てる来てる、これは来た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 、これん、何、うんって何、うんって何、え、ちょっとなんか今比較的うるっといったなと思って。いやいやいや、でも大丈夫です、走ってますから。何かしら、ちょっともうホウ君さまあ確かにあれなんですよ、データにはまあ皆さん、はい、もうイベント走ってる、まあ、ガチャ引いてる時だから重い可能性があるんですよね。はいはいはい。だからそれとちょっとね、圧で圧で圧で、まあ今流行りの臨時メンテナンスがある可能性もありますけれども、そうなると危ないですね。まあでも我々今回すことができてるんでね。確かに。むしろ回すことができてるだけでもありがたいと思わない。おお、ちょっとちょっとちょっとそれ危ないですよえ、何、病気の兆候？病気ですよ。いや、それも超病気です。ああ、なるほど。いやでもね、昔はね、回すことさえできなかったってことがありましたから、今回せる喜びをかみしめながらガチャをしたい。まあガチャをできるのは喜びですけれども、はいはい、回さない方が有意義な使い方もできる時もある。そうですね。さっきだってハーゲンダッツ1個分っていうの出ましたから、はい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 、1ガチャハーゲンダッツ1個分、おっと、はい、足りないです。惜しい。はい、ハーゲンダッツか。今ハーゲンダッツ何種類あるんでしたっけね。もう結構あるんじゃないですか。てか、はい、僕はハゲなんですか。期間限定のやつとかありますからね。全種類揃っちゃうんじゃないですか。いや、一行き一使えば全種類、はい、いやでもまあ歴代どうします、冷蔵庫いっぱいハーゲンダッツをこう詰めてみますかいやまあ一行き一、まあ愛中カードと交換できるんだったらそれはね、はい、食べてみたいですけど、多分どこかで秋が来るんじゃないかなと。じゃあ年末ジャンボ宝くじが当たった時のことでも考えますか。僕は貯金します。本当にいいんですか、貯金で。ああ、まあ何万何千何万何億当たったかによりますけれども、はいはい、100億万円当たりますよ。100億10億じゃないですか最高いや当たったら何しようかな。なんかこう、いや怖いな本当に。とりあえずなんかあれかな、全キャラ防護にしますか。じゃあ河合さん、とりあえず年末ジャンボとかじゃなくて10万を今、はい、あれ、エスカレーターの法則どこ行っちゃったんですかね。あれかな、緊急停止ボタンが。いやー、あとでもあと23、あと23、ここいける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 。編集さん、80連回してよかですか。いやー、ここを押せば押せばすぐに、今ですね、年末も近くクリスマスなのにこんな中途半端な状態で終わるのはダメだろうということで、ちょっと山崎さん近いんで近いんで頭頂部しか映ってないんですよ。いやいやいや、視聴者の皆さん、編集部からですね、マジで、はい、いける、クリスマスピックアップなのにもかかわらずそんなしょぼい絵じゃダメだということで20連の追加が認められました。代償にですね、ここで引けなかったら、懲罰貿易です。ん、じゃあ行こうか、矢吹くん。矢吹くん行こうか。僕から引くけどいいかい。いいよいいよ矢吹くん。いいよいいよ。じゃあ行くよ。行っていいよ。はい、でも80円なんじゃ僕ら始まってじゃないから。あ、もう父さんが知ってる、父さん知ってる。いや、これね、圧がすごいんだと思います。思いだけかなと思うよ圧がすごいんです。もう今だからもう、なんていうんですかね、こう、握手を押し返しそうとするギラ動画たちみたいにみんなこう、うーってなってるから。でもみんな離れていくんですよ。そうそう、これはもらって、そうなって、そう、もらってったいっつって、そのままで死ぬぞって言われて、わーんっつって引くまでやるわっていうやつだけ握手図こう押し返して緑色の光に包まれるわけですよ。で、静止君になるんですね。そうですね。いやー、あと20連でもうラストダンスですよ。もうこれ引いちゃったら正月分の予算は大きく削られますよ。年末になんかね、よっす、オラマーリンとか言われてきても、まあハードラックとダンス一番感じるんだ。はい、さあキャスターが続きますね。全員もう続きますねこれ、うん、もうさっきが頂点の可能性もちょっとありますか。あ、今一から登り直してるところですかね。ちょっと間が空いちゃったからやばくないですかこれ。あ、いい瞬、これで方向だ。おお、多分やったね
やったぜ。まあいいじゃん、ちょっと難しいですからね、使うのも使いこなせるの。すごいですね。でも80、まあ今70連かいうことで星4サバが1枚だけ。80連か、ハーゲンダッツ80個食ったらお腹壊しちゃうな。ハーゲンダッツ80個以上食えますよ、これ。うなぎでも食うか。いや、うなぎも何十杯も食えますからね。何十杯は食えないよ。いや、食えますよ、絶対。食えないよ。いや、僕、うなぎ。食えないよ。うなぎって大体いくらですか？まあ、高いところ高い。ああ、来た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 。おいでおいでおいで。キャスター。キャスターからの。出た。ギルガーメッシ。いや、まあ、ギルはね。バビロニアピックアップ。聞いてる聞いてる。聞いてる聞いてる。あ、来た。おい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 。ギルがメッシ。何なんだこれ。何これ。ギルはいい。何なの、何なのこの流れ。いや、ギルはいいんだけどな。ギルはいいんだけどな。ギル祭りですか。いや、これはいいですよ。いや、流れ来てる流れ来てる流れ来てる。いいんだけど、ちょっとね、ちょっちね、望んでいたものとはちょっと違うかな。いや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 、でもね、エスカレーターにまだね、こうジャッキーみたいにぶら下がってますよ。あ、ギリチョウギリチョウ。そう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 。みたいな。まだいける。よし、じゃあ。まあ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 。間髪入れずに。間髪入れずに。まあまあ行きましょう。もうこれ引ける。間違いない。走る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 。あ、もうホーさん走って間違いない。これ聞いた。これ聞いた。さっきから何回もこれ言ってるんですけど、ね。これもう引いた引いた。来い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 。もうラス10連。ラス10連。もうね、一言。勝ったな。おお。やったかってやつですね。そうそうそう、死亡グラム。はい、もちろん。あ、これもちょっと現実しちゃいそうですね。そうですね、パーリーライムしちゃいそうですね。パールター止まった。いやでもね、なんですかね、ギル2連っていうのは。いや、強い、いいけれども、強いですよね。バビロニアピックアップ。うん、はい、まあ聞いてるんですよね。ピックアップは聞いてる。仕事をし、ね、お仕事してるんですけれども、ガンガン聞いてますね。いやそこでなんかこうギル来てからのランサー金のピカピカだったら。そうですね、あの金鼻血出してましたね。2枚目の金来た時、これは来たなと思ったんですよ。これは来たなと。でもあのキャスターの絵がね、来た時に、はい、また勝手かちょっと思っちゃいましたね。ちょっと思っちゃう。ちょっとだけだよ、ちょっとだけだよ。いやまあ工場のキャスターはね、結構豊富ですからね。確かに。止まった止まった。おい、ちょっと待って、矢吹さん、矢吹さん、なんか、来ないかな。ナムさん、プリプリ来ないかな。プリプリ来ないかな。来ないな。来ないな。何ですか、来ないなって。来ないな。来ないな。まあ、うん、これはもう連続しちゃってるからな。今、中島みゆきに移行しようとしましたね。今ちょっとね、ジャスラック的に危ないようであんまり言えないんですけど、ね。おー、またか。現実しちゃった。煙突しちゃった。煙突して、まだあまりあるみたいな、はい、さあどうでしょうね。ちょっと一本線しかないっすよ。あー、これ煙突しましたね。はいはい。はい、さっきから一本線しか見てないですね。三、はいはい、本線が見たい。三、はい、本線、三本線と光ってるのが見たい。パリ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 。おー、ほいさん、なんじゃらほい。アウツ。やばいさ、申し訳ない。まあ今回の結果はこちらです。ピックアップは仕事してますね。そうですね、あの我々の検証結果なんですけれども、検証結果、ピックアップは間違いなく仕事をしているような気がいたします。気がします。はい、ただエレシュキガルとは巡り合いませんでした。残念無念。はい、はい、ただね、クリスマスだから、まだ、うん、クリスマスだから何、はい、我々の戦いはまだ始まったばかりです。まあ日替わりですからね、はい、若干先取りして石を使っちゃいましたけれども、はいはいはい、クリスマスが終わったら年末テレビ特番もある。ああまあまあまあ、はい、年明けには前回武蔵が来たように、まあ、もしかするとまた新サーバントが来るかもしれない。そうですね。第二弁の期待を込めて我々はまだ歩んでいける。そうだろう、矢吹くん。そうかな。はいはい、今回のクリスマス2017ピックアップ召喚かっこ日替わりはですね、まあ、今回したものは12月の18日月曜日までということでですね、またアルテラさんとかもね、そうですね、はい、ピックアップされるので、まあ今回のサンタ、ではない方のアルテラさん欲しいという方はですね、はいはい、チャレンジしてみるのも一興かもしれません。はい、はい、
矢吹さん、はいはい、最後に何か言いたいことありますか。野戸まみこさんの CV が星4で手に入る喜び、はい、はい、ブームアップゲームズではヘイトグランドオーダー以外にも様々なゲームのレビュー、攻略動画などを取り扱っております。興味を持っていただいた方はぜひチャンネル登録をお願いします。こちらです、はい、ちなみに、今回はですね、ほぼ最速ガチャ実況第90回目となっております。まあ、そんな記念すべき回にこのざまですか。まあまあ FGO 以外にもちょっとまあガチャやってるじゃないですか、はい、結構だから FGO だけ90回積み上げたわけじゃないんですけれども、はい、まあ多分来年あたりに第100回が来るんじゃないかと。100回か、その時にはまあ星5、はい、まあ100でしょ。 FGO がその時になる可能性はちょっと分かんないんですけど、まだ、はい、その時はもう目当てのものを引くまでやるみたいな、そういう企画もありかもしれないですね。でもそれ多分うちらの給料から多分減らされるよ。ちょっとそれはちょっと論外です。それはちょっと見といて、はい、はい、100回まであと10回、はい、果たして100回目のガチャは何になるかお楽しみに、はい、それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら、はい、見てね。